んにちは。今日は鬼滅っち富岡義勇さんになった育て方を紹介したいと思います。私流の、やり方ですね。ご飯今お腹いっぱいか。ご飯とお茶は、まあ、いつも通り普通に適量をあげてました。で、ゲームなんですが、ゲームはこの岩を割るゲーム、あ、失敗しちゃった。岩を割るゲームと、よし、岩を割るゲームと、ひょうたんのね、ゲームをやりましたね。ひたすら連打、よし、この2つをやりました。あくまでも私流ですので、必ず義勇さんになるとは限らないんですが、少しでも参考になったら幸いです。それではありがとうございました。